超解説ゲライマイトモポッサムチャンネルのしんすけです。 FIBA バスケットボール女子ワールドカップ予選大阪日本対カナダ超解説その10です。1から9も興味のある人はぜひ見てください。動画内では一つ一つのプレーを超解説していき、いいプレーやミス、個人的に思う選手の魅力などをざっくりご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。いいプレーも悪いプレーも忖度なく指摘していきますので、よろしくお願いします。それでは第10弾スタートです。さあ後半戦スタートです。山本選手が宮崎選手の代わりに起用されています。23対40でカナダが17点リードしているところからです。カナダがこれ新しいセットをトライしているんじゃないかなと思います。なんかゴタゴタしてますよね。みんな迷いながらプレーしています。点差も空いたので新しいことをチャレンジしている感じですね。しかし最後はピックアンドロールでうまく決めました。まず25番がスクリーンをセットして2番がウイングに走っていきます。パスした後2番がカットしていきます。このバックドアが決まればこれで終わらせてもいいんですけど、林選手が必死に食らいついて止めます。そして25番がスクリーンをセットします。そしてゴール下で2番をフリーにするためにセンターがスクリーンをかけます。しかしここで多分ミスだと思うんですよね。これ21番がスクリーンかけるのを忘れています。21番がここでスクリーンをかけないとこのセットオフェンス成立しないと思います。だから多分ミスです。だからここで団子状態になってしまいます。2人が重なってしまいました。ここで2番がいい判断をします。21番が動かないので無視してトップに上がっていって、センターが上がってきて、ここから予定通りピックアンドロールです。予定を無理やり戻しましたね。これは2番の好判断だったと思います。日本の攻撃、ストラニー選手がスクリーンをかけてディフェンダーにマークを交換させてスイッチさせます。そしてストラニー選手がミスマッチを使って中でワンオンワンです。スクリーンを使ってスイッチさせて中でワンオンワンの素晴らしい攻撃です。バカみたいに走り回るのではなく、ここで1回山本選手がシュートフェイクを入れます。これで間ができました。その間にストラニー選手がしっかりスクリーンのポジションを決めます。しっかりスクリーンがかかって山本選手とステファニー選手のディフェンダーが入れ替わりました。そしてステファニー選手がローポストで勝負しようとするのですが、渡嘉敷選手は山本選手にトレイルでボールを渡そうとします。スクリーンをかけながら山本選手にボールを手渡ししようとしたんです。山本選手がステファニー選手のところがミスマッチなので入れろと指示しています。そして振り返ってオーバーヘッドパスで綺麗にステファニー選手にパスを入れます。そこからステファニー選手がポストアップオフェンス、ゴール周りの1対1で勝負です。カナダの攻撃、日本がディフェンスのインテンシティを上げて激しくつくんですが、これはステファニー選手ファウルです。ディフェンスは一瞬早くオフェンスの真正面に入ってまっすぐ胸で受けなくてはいけません。これは斜めからさらに押しているのでディフェンスのプッシングファウルです。引き続きカナダの攻撃、カナダがまたセットオフェンスを組み立てています。しかしうまくいきません。それを山本選手がランアンジャンプでボールに触ります。そこから速攻でこのアリュープです。渡嘉敷選手の機動力が行きました。ここでカナダがセットオフェンスのためにポジションにつきます。ここからセットオフェンスがスタートです。ボールを渡してからスクリーンをセットします。ここでゴール下に空間があったのでカナダの選手がスクリーンをかけるふりしてリングに向かってカットします。これは好判断です。しかしボールを持っているプレイヤーがパスできません。反応できてないです。ここでカナダの21番が何もしていません。左に行くふりして右にスクリーンをかけたらもっと綺麗にかかったと思うんですけど、動き出しが遅すぎます。渡嘉敷選手がボールにしっかりプレッシャーをかけたのと21番の動きが悪かったのでコーナーに浮いたロブパスが出せなくてウイングあたりに低い弾道のパスを投げました。それを山本選手がよく反応してこのジャンプでボールをブロックします。林選手がボールを拾った瞬間にここで状況判断をしています。素晴らしい状況判断ですね。しっかり前を見てどこに誰がいるかを確認しています。一切時間を無駄にせず素早く山本選手にパスを出します。渡嘉敷選手も迷わず走って2対1の速攻で最後は渡嘉敷選手がレイアップです。カナダの攻撃、山本選手がずっといいディフェンスをしていてカナダの選手がシリンダー外手を振り回しているんですがチャージがなりません。渡嘉敷選手がカナダのセンターを押します。そしてこのセンターがそれで怒って山本選手を弾き飛ばします。山本選手はとばっちりです。そしてそれに怒って山本選手がファールします。カナダの選手が何遍もシリンダー外に手を振り回してるんですけどね、審判取ってくれないですね。これを
もうこれは一回取らなかったら一試合ずっと取らないと思いますね、これぐらいの接触だと。ここで渡嘉敷選手が無駄にセンターを押します。やめてほしいですね、こういうのは。ここからカナダがスクリーンをセットしてピックアンドローで攻めます。ここで林選手がインサイドにヘルプに行こうとしたので、カナダが外にパスしてスリーポイントです。カナダのセンターが手を振り回して山本選手を弾いています。これはチャージです。しかしノーコールでした。怒った山本選手が立ち上がってカナダのセンターにファールします。こういう時にヘッドコーチが審判とコミュニケーションを取って、カナダの手はファールでしょうと、次回は見てねと言うべきなのですが、日本代表の監督はいつも通り選手を守りません。カナダの攻撃、ここでも変な笛を吹かれます。エンドボールからカナダのボールでシャンプショットを打った時にステワリー選手のファールを取られます。カナダのエンドからのセットプレーです。ここでステファニー選手がスクリーンにかかります。渡嘉敷選手がスイッチすべきなのですが見てません。シュートを打たれた後のボックスアウトでステファニー選手のファールを取られます。この角度からだけだと何とも言えませんが、ノーコールが妥当だと思います。エンドからカナダと攻撃、全員が頑張ってパスコースを防ぎます。特に林選手の頑張りがすごいです。カナダがピックアンドロールのところで滑ったところを渡嘉敷選手がボールをスティールします。赤尾選手がディフェンスについていって出させません。カナダがオコエ選手にスクリーンをセットします。それを林選手が体で止めます。ボディチェックです。オコエ選手のマークが一瞬止まった後、カナダのセンターのスクリーンもかわしながら自分のマークを追いかけます。すごいです。ここで林選手がスクリーンにかかったので渡嘉敷選手とマークをスイッチします。ここでカナダの選手が滑って渡嘉敷選手がスティールします。みんな頑張りました。日本の攻撃、山本選手が左にドライブして攻めれないのでパスします。渡嘉敷選手が左にドライブして止められます。渡嘉敷選手がアウトサイドからドライブします。これで勝ってるとは思えないですね。相手の方が小さいし速いでしょうし、これはちょっと無茶ですね。カナダの攻撃、渡嘉敷選手がクローズアウトしてプレッシャーを必死にかけますが、ゴール下でオコエ選手がミスマッチを使われて入れられます。ここで赤尾選手がカナダのセンターについています。ここで赤尾選手とオコエ選手がマークをスイッチします。ここでカナダのセンターにうまくポストアップされてシールされて、オコエ選手がインサイドに入れません。そこにパスを入れられてバスケットボールカウントになります。これはカナダがうまかったですね。日本の攻撃、オコエ選手と山本選手がピックアンドロールして、山本選手がオコエ選手に合わそうとしますが、オコエ選手がキャッチしきれません。まず山本選手が赤尾選手のためにスクリーンをかけますが効果がありません。逆サイドで渡嘉敷選手が林選手のためにスクリーンをかけてますが、オコエ選手が見てないので林選手がフラーッと動いてやめています。ここで渡嘉敷選手がなぜかボールに寄ってきました。そのせいでこのエリアがものすごく狭くなりました。オコエ選手がスクリーンをかけてピックアンドロールしました。しかし取れなかったです。もし取っていればガラ空きになっていた赤尾選手にパスが出せれば綺麗に終わっていたかもしれなかったです。日本の攻撃、山本選手が素晴らしいディフェンスです。ここからカナダがピックアンドロールからスリーポイント。山本選手はこの試合ずっといいディフェンスをしています。カナダが困っています。ピックアンドロールした後にオコエ選手と山本選手がマークをスイッチしています。日本の攻撃、山本選手と高田選手がピックアンドロールして高田選手がファウルされます。この間のないタイミングでスクリーンをかけた時に代表クラスの選手でもかけれないことがよくわかります。この試合ほとんどのスクリーンがこのタイミングでかけてますけど、本当にかからないですよね。日本の攻撃、エンドから赤尾選手がボールをもらってドライブしてスピンムーブからのジャンプショット、これはしっかり空間ができてますね。赤尾選手がもらった瞬間、味方が全部アウトサイドに広がっています。ファイブアウトですね。だからしっかり赤尾選手が真ん中で1対1ができました。カナダの攻撃、カナダがピックアンドロールからゴール下に入っていったセンターに合わせます。林選手がファールです。ツーショットです。ピックアンドロールで山本選手と小江選手のマークがここで入れ替わります。
ここで山本選手が林選手にスイッチを言っているんですが、林選手がそれに反応できませんでした。そしてファウルします。体がしっかりフリースロー2本決めます。ここでこのゲーム最大の点差20点差がつきます。ここから日本のスーパーカムバックが始まります。やっとやっと辛い時間が終わりました。はい、第10弾終了です。ディフェンスのインテンシティを上げて3アウト2インから5アウトに変え出した日本代表がこれからどんどん本領発揮していきます。こっから試合終了まで日本代表の最高の戦いが見れるのでお見逃しなく。女子日本代表バスケが大好きな方は高評価よろしくお願いします。ワールドカップ本戦を絶対見る方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので気になる方はチャンネル登録や高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いいたします。そのと私たちポストサブチャンネルは Twitter、Instagram、ホームページもやっていますのでよかったら概要欄からフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。